いろいろですね、フジテレビ台風が来てるような状態というか大変でことですよ。特に今週はね、びっくりしました。びっくりでしたよね。まあご存知の通りですけどね、いいとも、そうです、来年の3月で終了っていうね、32年の歴史に終止符が打たれるという、はい、まあ、まだ終わるまでは半年ありますけど、はい、これ今週の火曜日ですよね。そう、タモリさんがエンディング、もう本当最後の最後で言ったんですけど、鶴瓶師匠が突然現れて登場して、どういうことだってなったら、俺タモさんいいとも辞めるんやってみたいなことポロッと言い出したんでね。すごいね、できんの。びっくりした今俺、そこにそんなモノマネぶち込んでくると、さすが2億4000万6度ね、防衛してるチャンピオンだね。いやだからそれでね、いや、なんとあの場所、そのはい、火曜日、まあ、うん、あの本当にまさにそのタモリさんが発表した現場に、うん、日村さんもいたんですよね。じゃあ、あなたもいたんですよ。俺だけレギュラーじゃね、バナナマンレギュラー火曜日やってるから、いや、びっくり衝撃ですよ。っていうかね、もう本当ね、なんかこうびっくりしすぎて、あの声も出ないというか、アングリというか、そう、え、なんかえみたいな、あの意味が分かんなすぎて、なんかさ終わらないって思ってるから、そうそう、アルティートモとかさ終わらないっていう感じのイメージがあるからね、こっちの勝手な話だけどもね、これは言われた瞬間もその後もなんかふわふわして、これが本当なの、なんなんか嘘なのか、なんなんかよく分かんない、まあ、未だになんかそうちょっと、いや本当にこれマジなの、なんかドッキリなの、何なのみたいなさね、うん、でタモリさんもそんなになんつうの終わるんですみたいなことも言わ、なんか普通じゃんタモリさん、大時、うん、ね、終わりますとか言うから、うん、ね、終わるんやってね、うん、終わりますって言ってさ、ね、うん、そう、でだからもうまさにこう出演者も、うん、まあその所属してる事務所関係も、うん、基本はだからあのまあタイミングというか、うん、いわゆるね、ああいう番組が終わるとなったら関係者はさ、うん、ある程度、まあ、普通の番組の形態からしても、うんうんうん、普通は前もってね、うん、これこういう経緯でこうなって終わることになったっていうのは事前に来るけど、うんうん、やっぱりまあなんかいろいろ、例えば多分漏れて他から出ちゃうというのが一番っていうのもあるんだろうけど、うんうんうん、本当に知らない状態からのだから、うん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 、いや、いいと思ってる、実際はさもう終わるとかね、噂とかはもうずいぶん前からいいともが今期で終了するんじゃないかとかってのあったりしてさ、うんうんうん、だけど結局それは噂であってずっとそんなのなかったからね、うん、絶対終わらないと思ってたからね、うん、でタモリさんもう全然そんなさ辞めるそぶりも全く出してこないですよ、ね、ね、しかもその後とかもさ他の曜日とか見ててもさ、うん、まあまあ、あの太田さんとかちょっとなんか言ったりしたけど、はいはいはい、他の時は別にさ、そんな会話すら出てこないみたいな感じ、まあ、なんだったら普通にもう、ね、今週も終わって来週も普通に始まっていくわけだからいいと思う。そう、まあ、まあまだ半年あるからちょっとこの、うん、この期間がどうなっていくのか分かんない。最終的にはね、最後に向けてこうハッピーエンディングじゃないけどドーンっつって盛り上がっていくのかなと思うけど、うんうんうん、32年だってよこれ、32年間生放送のさ月金でさ、要はやるってるんだよ、うん、すごいことだよねこれってさ。俺ほら、まあ、いわゆる帯番組ってやつじゃない、月曜から金曜までずっと生放送でやってて、石田さんもやってるじゃん、うん、帯番組を毎日やってるわけじゃん、うん、これやっぱこれをやってる人じゃないとこのさ、うん、苦しみというかさ、うん、実際きついじゃん。いや俺なんか全然足元にも及ばない下森さんの心境なんか分かんないけど、うんうん、でもまあ単純にみんなも考えるのが同じように、多分だけど生活のリズムになっちゃってるでしょ。三十何年ってさ、うん、言ったらもう、うん、普通の会社勤めしてて定年退職するみたいなノリに近いじゃん、うんうん、そうだよね。だから普通にその日その場所に行くことが当たり前だって、うん、もう染みついちゃってるのがなくなるっていうのはすごいと思うよ。春からみんなの生活がおかしくなるよね。そしてね、あれ、まあお昼ね、いいとも見てるんだっていう人もいっぱいいるわけだしね、いっぱいいるんだから。確かにね、わあ、32年ってことは俺今40歳だから8歳だから小学校 1,2、うん、年の時だねに始まってるんだよ。そんなものが今でもやってるってすごいよだね。日村さんが今年で42歳だから、うんうん、俺今年41歳だからねあれ
俺41だからね。もう今の微妙な嘘は何なの、もう。あ、そうか。もう認めようかと思ったもん、今一生俺。昔からさ、日村さん42歳って言ってたんだけど。俺が22ぐらいの頃から日村さん42で、なんでだよ。22だわ、みたいなツッコミしてたけど、もういよいよ追いついて、いよいよ日村42の方に追いついてるから。そうだ、もう、つか、別にそんな間違いじゃない。大した間違いじゃないし。あと数ヶ月でこれも、うん、そうなんだけど。うん、そうなんだけど。それもすごいね。面白い数字だったんだろうね、あの頃の42っていうあたりが。まあまあまあ、42ってお前すげえおじさんじゃねえかよみたいな風なツッコミだから、うん、こっちとしては、うんうん、いやもうなって厄年、厄年、そう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 、そうそう、まああれだもんね、数え年で言ったらもう42厄だからね、そうです、厄年だから、そう、嘘ではないんだよね、もうね、うん、42。日村さん、僕はだから9歳、9歳だよ、超子供じゃん。そんなことやってたんだよ。日村9歳の時からやってんの。したら8歳、日村9歳、すっげえガキだよ。タモリさんがいくつの時なの？36。タモリさん36歳、うん、36、36でいいともやってんの、うん、タモリさんってすごいよね、本当に、ね、30で芸能界なんか入ってきたみたいな。タモリさんは遅くに入って、遅いんだよね、タモリさんってね、うんうん、不思議な入り方してるからね。36歳で笑っていいと思う、お昼、うん、ね、今ね、まあやってる番組の中で確かね、まあ『徹子の部屋』も長いんだよね。うん、長い。あとね『笑点』とか42年。笑点長い。すっごい長い、ね。笑点長い。うん。うん、だけど生放送で帯っていうのは、うん、多分いいと思うぐらいだよね。そうだもんね。うん、お客様をしかも入れての公開放送ってとか、うん、ね、あんな形式の番組はもうほぼないもんね、うん、今ね。あれさ、もう普通に考えてさ、うん、アルタとかどうなっちゃうんだろうね。本当だ。そう、本当。うん、アルタとかってあもうなくなったらさ、あの時間帯いつもやってたね、ああいうのとかもどうなん、でも多分決まってないんだと思うよ、あの本当に、うん、なんかね、うん、まあ分かんないけど、本当のとこ知らないけど、いろいろ言われてるじゃない、うん、でも多分決まってないよね。そうだよね、いろいろはね、なんか本当にこうもう分かんないけど、もうそういう終わるっていうことが決まったっていうので、うん、本当にタモリさんとかが、うん、もうその時点で言ってる感じがするんだけどね。うん、そうだね、うん、だから憶測が流れてんじゃないの、うん、カトパンがやるんじゃないかとか中居君がやるんじゃないかなって、また決まってないんじゃないかね。ないでしょう。だから分かんないよ、日村さんっていう。ないわないわ。分かんない、だってタモリさん36歳の時にパッといきなり言っても、この時は大抜擢みたいなノリでしょ、でご本人がおっしゃるんだよね、江頭さんがやるようなノリだったんだよっていうのをご本人がよくおっしゃる、ね、お昼の番組よみたいなね、そうそうそう、言ってたから、だから、うん、分かんないよ、確かに。だからそのザ・お昼みたいな方じゃないってことかな、もしやるならって、うん、しかも別に年齢的にはさ、日村さんがもう40歳だし、もうそんなの可能性としてはいきなりそういうオファーが、だから何も決まってないとしたらね、決まってないとしたら、うん、うまいとも可能性はゼロじゃない、うん、ああそうだね、ゼロではないかもしれない、うん、で大倉とかにもいきなりオファーが来る可能性だったら、可能性はゼロじゃない、決まってないわけだから、それ何、もうごめん、じゃあ何、全員になったら、今ね大倉が入った瞬間結構全員になったよ、可能性が、タレントとかじゃねえんだ、決まってないんだから、うん、いやいや分かんないじゃん、ていうかそれはもちろんさ、この世界にね、うん、携わってなかったら可能性はもうかなりゼロに近いでしょ、ほぼゼロ近いでしょ。大倉なんてほらまだ毎週のようにこうラジオにも登場したりとか、いろんな局にも出入りしてるわけだから、うん、君やっちゃいなよみたいな感じになる可能性だってあるわけ。誰が言うそれ、君やっちゃいなよ、なそれ誰わかんない、結構古めのプロデューサーみたいな感じだけど、フジテレビのなんか大倉ちゃんや偉い人、偉い人、まあまあ、ジャニーさんじゃないことは確かに、ジャニーさんじゃないと、うん、この中の3人で言うと、でも可能性的に一番は楽しさんよ、うん、圧倒的に。いやでも俺その俺日村さん大倉みたいな感じの可能性っていうのは、例えばじゃあ俺が 2% ぐらいで日村さんが 1% で、うん、大倉が 0.8% みたいなぐらいのその差だと思うよ。それはもうカットパンダ中居君だとかいう話はもっとすごい高いと思うけど、うんうん、そのぐらい同じもう平等だから、泥棒だってジャニオタだってある可能性は 0.1% とか、そういうあるっていう話の中での目のことを言ってるのね。そうそうそう、俺でも泥棒ちゃんが 0.1% で俺が 1% だったら俺結構悲しいわ結構もう一緒だよ 0.1 と 1% もうほぼ一緒だわ。どうする、泥棒がやったら、やばーな笑っていい、まあ名前変わるにしても笑っていいだもんみたいな。だってそう
そんなのないとは分からないよ。確かにね、あのタモリさんっていうほら結構落ち着いてるしさ、そんなさ俺みたいにさ痛い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 とかあっちあっちとかっていうことじゃないから、結構泥棒とかの方がトーンは合ってるかもしれないね。まあね、お昼どうもこんにちは、トーン的にはね。まあでもそれはさ、タモリさんって最初はさ痛い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 とかさ、要はパンツ一丁でさ、なんかやったりとか、タモリさんやってるんだよね、やってた最初、うん、むちゃくちゃな芸人さんなんだからね、よく言ってたタモリさん。まあまあこれはもうでもあだこうだいろいろな憶測が流れて、いろんな話で出てくるだろうけど、うん、まあもう結果半年待ったら事実は分かるわけですからね、うん、そうだよね、結構、うん、もうすぐ来るよ来年の春なんて、ちょっとまあ半年先とは言いながらも、もうこれで年末でしょ、うん、で正月だなんつって、正月明けたなんつって、1月すぐ終わっちゃうねなんつって、うん、あ2月もう終わるかなんつって、もうすぐ寒い、すぐだよ、ね、もう1回1回見とかないと、うん、笑っていいと思う、ちゃんと ね, ね、もったいないよ、うん、なんかね、うんうんうん、まあでも実際俺らも出てるわけだからね、そう毎週ね、うん、火曜日ね、うん、そう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 、びっくりしたね。